今週のまとめだにゃん。みんなは東京と札幌どっちがいいかにゃ。どうもどうも、ニュース大好きマスクニャンです。来年の東京オリンピックのマラソンの開催地をめぐってのゴタゴタ知ってる？ IOC 国際オリンピック委員会が開催地を北海道の札幌市に変更すると主張して混乱してるんだにゃ。東京五輪における IOC の責任者との緊急会談。最初こそ和やかでしたが、空気は一変しました。The IOC was shocked by what we saw in Doha. As an example, in the women's marathon, 68 athletes commenced and only 40 finished the race. In very similar conditions in terms of temperature and humidity to what is expected here in Tokyo. 東京都は朝6時に設定されているマラソンのスタート時刻をさらに早める案を提示していましたが、コーツ氏は日の出前だと中継ヘリが飛ばせないとの理由で一周しました。It's not a matter of if the Tokyo government insists, the decision has been taken. 高津さんが終わった後にですね、都に会場が戻ることはノーだと、ないというふうに発言されていましたけど、その点いかがでしょう。言葉がよくぶれています。その辺も確認をしつつ、調整委員会に臨んでいきたいと思っています。にゃんと東京が何を主張しようがもう決まったことだにゃんて。東京での開催を前提に準備を進めてきた人たちは困っちゃうにゃ。そもそもどうして IOC が開催地の変更に踏み切ろうとしているのか。それは9月にカタールのドーハで行われた陸上の世界選手権がきっかけなんだって。暑さを考慮して夜に開催されたにもかかわらず、マラソンで多くの選手が棄権、続々と車椅子やカートで運ばれていく事態となってしまったんだにゃ。このため東京よりも気温の低い札幌に移すという案が浮上したんだって。一方で東京都は多額の予算をかけてコースの路面温度を抑える舗装工事を進めてきたそう。あさって30日から開かれる会議で札幌市への変更案が議論される予定なんだけど、小池都知事は引き続き東京開催を訴えていくらしいにゃ。札幌での開催となると追加の費用の負担をどうするかや、施設コースについてなどまだまだ課題は残っているんだにゃ。いずれにしてもこの議論、早くゴールが見えるといいにゃ。今週もよろしくにゃん。どうもどうも、ニュース大好きマスクニャンです。アメリカのトランプ大統領がまた世界を驚かす発表をしたらしいニャン。過激派組織イスラム国の最高指導者が死亡したんだって。シリア北西部にある小さな村で26日、アメリカ軍特殊部隊の軍事作戦が行われました。ヘリコプターからの機銃掃射とみられます。標的は過激派組織イスラム国の最高指導者バグダディ容疑者です。 Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Baghdadi is dead. 追い詰められたバグダディ容疑者は、
3人の子供と共に自爆したといいます。トランプ大統領は世界は安全になったとアピールしていますが、中東では混乱が続いていて、イスラム国の残党や別の過激派組織が台頭する可能性もあります。なるほど。でもバグダディ容疑者についてはこれまでも死亡説が上がったことがあるので疑問視する声もあるんだって。このバグダディ容疑者ってどんな人？バグダディ容疑者が世界の注目を集めたのはイスラム国の樹立を宣言した2014年。イスラム国はインターネットを通じて世界に過激思想を広めたんだにゃ。 PR 動画を作ったりして兵士を勧誘。イスラム圏だけでなく欧米やアジアからも若者を兵士として受け入れて、一時シリアとイラクにまたがる広い地域を支配したんだって。さらに誘拐した外国人を人質にして殺害する様子を撮影してネット上に公開。日本人も犠牲になったんだにゃん。そんな過激なテロ組織のトップが死亡したって話なんだけど、中東地域では混乱が続いていて治安が不安視されているんだにゃ。僕にできることはお祈りくらいしかないんだけど、一番の願いは世界平和だにゃん。世界のあちこちで起きている紛争が解決しますように。今日も見てくれてありがとにゃん。お支払い方法はにゃんにゃんペイで。どうかにゃ、だいぶこなれてきたでしょ。どうもどうも、ニュース大好きマスクニャンです。消費増税に合わせたキャッシュレス決済への国のポイント還元が始まって早1ヶ月。みんなもやってるかにゃ。これが予想以上に広まっているみたいだにゃん。このままではポイント還元事業の予算が足りなくなるんじゃねえのっていうニュース。経産省によりますと、国のポイント還元事業では今月1日から2週間で1日平均10億円が消費者に還元されたということです。還元のために使う予算は来年3月末までに1786億円確保されていますが、1日あたりで計算すると10億円弱になります。この事業に登録される店の数は来月1日にはおよそ64万の見込みですが、すでに91万店が参加申請を済ませていて、このままでは予算が不足する可能性があります。今のところで言ったらギリギリで足りんじゃないかと思ってますけどね。まあ足りなくなったら、足りなくなった時の話で必要があるというんであれば、予算の執行状況などよくよく分析してからの話ね。麻生大臣はこのように述べ、予算の執行状況を見て対応する考えを示しました。にゃんと、1日平均10億円分の還元、麻生さんはギリギリで足りるんじゃねえかって言ってるけど、ちょっと心配だにゃ。そもそもこのポイント還元どういう仕組みだったかおさらいしてみるにゃん。経済産業省に登録した中小のお店でクレジットカードやスマホアプリを使うなど現金を使わないで支払いをすると、税込み価格の 5% 分がポイントなどで消費者に還元されるんだにゃ。つまりキャッシュレス決済をした方が断然お得なんだにゃん。この制度は来年6月末まで続く予定なんだけど、予算が足りなくなってポイント還元しなくなるのは勘弁だにゃん。にゃんちゃって、明日も見てにゃん。ハッピーハロウィン。みんなはどんな仮装をするのかにゃ。
ス大好きマスクニャンです。今日はいろんな仮装をしている人がいるニャ、宇宙飛行士もいるニャ、からあげ、なんで宇宙飛行士さんが持っているのかニャ。大手コンビニのローソンは唐揚げくんを宇宙仕様にフリーズドライ化したスペース唐揚げくんが JAXA からプレ宇宙日本食として認証を受けたと発表しました。宇宙飛行士から宇宙でもお肉が食べたいという声を受けて開発し、11ヶ月間の保存性試験に合格したということです。サクサクです。香ばしいお肉の味がします。今後18ヶ月間の試験にも通ると宇宙ステーションに持ち込めます。にゃんとそもそも宇宙日本食って何かにゃ。 JAXA が認証しているもので、国際宇宙ステーションに長期滞在する日本の宇宙飛行士に日本食の味を楽しんでもらってストレスを和らげたりする狙いがあるんだって。認証されているものはすでに34種類あって、柿の種やサバの味噌煮なんかもあるらしいにゃん。そこに唐揚げくんが加わるかもしれないんだって。今回プレ宇宙日本食に認証されたスペース唐揚げくんは2017年から数十回の試作を経て開発されたんだにゃ。フリーズドライ製法で作られていて、細かい粉などが機械に入り込んで故障の原因にならないように、宇宙飛行士が一口で食べられるサイズになっているらしいにゃん。宇宙での唐揚げくんはどんな味なのかにゃ、気になるにゃ。味はレギュラー味がベースで、パリパリしていてスナック菓子みたいな食感なんだって。食べてみたいんだけど一般販売はされないみたいだにゃ。ちなみに僕はいつもダジャレばかり言ってるから、フリーズドライ製法は得意なんだにゃ。今日も見てくれてありがとにゃん。11月になって夜は寒くなったにゃ。そろそろあったかいものが欲しくなってくるにゃ。どうもどうも、ニュース大好きマスクにゃんです。今日は一人で外食したい時の新しいチョイスを紹介するにゃ。流れているお肉を取って自分専用のお鍋でいただきます。回転寿司ならぬ回転しゃぶしゃぶ、オープンしたばかりのお店を取材しました。あー、いい香り。こちら回転レーンを回っているのは生のお肉なんです。ここは東京新宿にオープンしたばかりの回転寿司ならぬ回転しゃぶしゃぶのお店です。牛タンに、おー、鶏つくね、わあ、ラムロースも。牛カルビ一皿250円、豚ロース一皿250円、鶏のささみは一皿150円など、値段も手頃です。なかなかやっぱり珍しい光景だなっていうのが大印象ですね。こんな肉が流れてるのなかなか見ないので、ちょっとびっくりしました。しゃぶしゃぶ用の鍋は一人に一つ用意され、中には好きな出汁が2種類入っています。あー、スパイシーな、いい香りがしますね。選んだのは黒毛和牛のロース一皿350円。気になるお味は？脂も乗っていて、お肉の旨味がギュッと凝縮されてます。この一人一台鍋があるんで、周りをこう気にしないでいいのがありがたい。お一人様向けの回転しゃぶしゃぶ、客の反応は？普通のしゃぶしゃぶ屋さんだと結局仲間連れていかなきゃいけないし、みんなの意見が揃わんとなかなかいけないじゃないですか。そういう気遣いがまあなくて、
いいなっていうのは。ちなみに鮮度を保ちながら生の肉を回転させるためにこんな工夫も。こちらの蓋に仕掛けがございまして、こちらちょっと開けていただきますと、はい、中にドライアイスが入っておりまして、こちらであの食品の鮮度を保てるようになっております。わずかな時間でも楽しめるお一人様回転しゃぶしゃぶ、店ではビジネスマンのランチメニューにしてほしいと考えています。一人回転しゃぶしゃぶなんて考えつかなかったにゃ。僕なら一人でもしゃぶしゃぶ食べに行くけど、人間は寂しがりなのかにゃ。回転寿司に回転しゃぶしゃぶ、次は何が出てくるかにゃ。回転スイーツとかかにゃ。僕は回転魚屋が欲しいにゃ。みんなもこんな回転まるまるあったらいいよ、思いついたらコメントしてほしいにゃ。来週も見てにゃん。チャンネル登録よろしくにゃん。